今年最後の仰天ニュースは衝撃事件満載、感動の3時間、涙が止まらない。今夜のゲストは今年大活躍したこちらの皆さんです。シルバーなんとか、そうそれ、平野くん、はい、こんにちは、はじめまして、はじめまして、はい、誰と、ここは初めてだ、中井さん初めてです。俺会ったことあるよ。いや、ないですね。え、こっちの方が覚えてるの？すれ違ったりぐらいですね、本当に。で、挨拶したんやん、すれ違った時も、そら。あ、もうしれっとですけど。しれっと、しれっと、しれっと。それでは皆さん、体のコンプレックスをお伺いしましょうか。さあ、平野くん。僕、あの、めちゃくちゃ筋肉質なんですよ。お、いいやんか。いや、いいんですけど、あの、あ、見たいよね。見たいよね。あ、言葉出てました。めちゃめちゃ出てました。やれてんの？どこ、誰がですか？誰がですか？見して。あ、やべえ。いや、ちょっと、顔出さないで。何でこれスポーツやらなくて何もしてないんですよ。すごい。でもなんかこう日常的になんかすぐ物を壊してしまったりとか、力加減ができなくなっちゃって。僕小学生の時とかからなんかこういうドラム缶テレビ、ドラム缶、ドラム缶テレビ。たまにこうビーってなっちゃって、でおばあちゃんに叩いてきてみたいに言われて、バーン叩いたらもうそのままテレビバーンって壊しちゃったりとか、あとはこう雑誌で用意してもらったコップを持ってもうそのままバリバリって壊しちゃったりとか。超人じゃん。もう映画化しろ。超人じゃん。今から30年前平成元年、私は何をやってた。今回は平成最後ということで、平成最後、30年前、平成元年何をしていたのか、当時のお写真をご用意しました。まあ、この方です。若いわ、若いわ。いや、すごいなんか可愛いなって思いますよ。かっこいいんですけど。中井くん好きでしょ。見てます。一体何を